はい、今回はすべてのアメックス会員にチャンスがあるカード会員限定イベント、ユニバーサルスタジオジャパンアメックス貸し切りナイトについて実際の映像を交えながら紹介したいと思います。この動画ではアメックス貸し切りナイトについてと実際の貸し切りナイト時間中のパーク内の様子をお届けします。まずはユニバーサルスタジオジャパンについて簡単に紹介します。ユニバーサルスタジオジャパンとは、映画の世界を体験できるテーマパークとして2001年にオープンした大阪を代表するテーマパークの一つです。しかし開業以降、思うように業績が伸びず、来場者は年々減少し、一時は経営危機に近い状態に陥っている時期もありました。しかしゴールドマンサックスによる財務体質の改善による経営再建と、新たに登用されたマーケティングの第一人者森岡剛氏の手腕により、ハリウッド映画専門のテーマパークから有名なアニメやゲームとのコラボレーションなども行う世界最高のエンターテインメントを体験できるテーマパークとしてブランド戦略を一新。現在では東京ディズニーランドと並ぶ日本を代表するテーマパークの一つとなりました。そんな大復活を遂げたユニバーサルスタジオジャパンは、現在は平日でも人気アトラクションは2時間以上待つことも当たり前となり、新しい人気のアトラクションはエリア入場確約券や整理券、抽選券がないと入れないような場所もあります。そんな人気のユニバーサルスタジオジャパンをお得かつ快適に楽しむことができるのが、アメックス会員限定イベント、ユニバーサルスタジオジャパンアメックス貸し切りナイトです。アメリカンエキスプレスはユニバーサルスタジオジャパンとオフィシャルマーケティングパートナーとして提携しており、アメックス会員向けに様々な特典や優待を提供しています。中でも人気の特典が、今回紹介するユニバーサルスタジオジャパンアメックス貸し切りナイトです。アメックス貸し切りナイトとは、通常の営業時間終了後、一般のゲストが全て退出した後にアメックス会員など特別に招待された方のみが貸し切りでパーク内を楽しむことができる会員限定イベントです。通常なら1時間や2時間並ぶようなアトラクションなども約10分や20分程度、早ければ5分程度で利用することもできるようになり、混雑や行列とは無縁の時間を楽しむことができます。後ほど貸し切りナイト期間中の様子もお届けします。アメックスの貸し切りナイトは夏と冬の年2回開催されます。開催時期や実施の有無に関しては、社会情勢などの理由により変更や短縮、中止となる場合もありますが、特段理由がなければ夏と冬に分けて2回実施されるのが通例です。一例ですが、2022年の夏は6月10日、冬は12月9日と16日の2日間にわたって開催されました。貸し切りイベントは抽選式となっており、申し込みはアメックスの公式ページ等から行うことができます。申し込みのルールは、ウィンターナイト2022の場合は次のようになっていました。申し込みは基本カード会員のみで、家族カード会員は対象外。申し込み後のキャンセル、人数の変更は不可。参加権利は第三者への譲渡は不可。同伴者が4歳以上の場合は1名様扱い。申し込み単位は1組2名、または1組4名。1名あたりの料金は税込み7600円となっていました。対象となるのはアメリカンエキスプレスのコーポレートカードを除く全カードの基本カード会員の方、プロパーカードのグリーンやゴールドの方から、人気のマリオットボンボイアメックスや ANA アメックスカード会員も対象になります。今回であれば、貸し切り時間中はパーク内を自由に楽しめるベーシックプランは抽選で約5000名、スーパーニンテンドーワールドなど入場制限がある最新のアトラクションへの入場確約券付きのプランの場合でも抽選で約1000名となっていたので、申し込みをすれば当選率はそこそこ高そうという印象です。プラチナカードの方は他の方よりも少し優遇もあるようです。また貸し切りナイトへの参加券は、既存会員の通常の申し込み以外にカードの新規入会キャンペーン等の特典で条件を満たすことで申し込めたり、ご紹介プログラム等の利用で抽選で招待が当たる場合等もあります。貸し切りナイトに当選すると、このような郵便物がアメックスから届きます。開封するとこのような同梱物が入っています。案内状、イベントガイド、パークバイアウトパス、クレデンシャルが入っています。こちらの封筒に入ってあるパークバイアウトパスが当日のパーク内への入場チケットになります。こちらがクレデンシャルとなっており、貸し切りタイムが始まったら首から下げておきます。これを見せることでアメックス貸し切りナイトの対象者であることの証明となり、閉園後もパーク内でアトラクション等を楽しむことができるようになります。当日のタイムスケジュールはこのようになっています。貸し切りナイト自体は夜の19時から開始となっていますが、
早く到着すれば14時から入場することもできます。14時から19時の間は一般の方もいらっしゃるので、アトラクション等の待ち時間は通常と同じになりますが、少しでも多く楽しみたい方は14時から入場しても良いと思います。 USJ のテーマパーク内のマップはこのようになっています。貸切タイムは約3時間となっているので、貸切タイムに行くスポットとその前に行っておくスポットなどをある程度計画を立てておくと良いかと思います。では実際の貸切ナイトの様子を映像付きでお伝えします。ユニバーサルスタジオジャパンの最寄り駅は JR 桜島線ユニバーサルシティ駅となっています。新幹線が止まる新大阪駅からユニバーサルシティ駅までは約16分、大阪伊丹空港からは約35分程度で到着することができます。駅の改札から USJ までは徒歩約5、6分程度で入場ゲートに到着します。ちなみに入場ゲートまでの道中にはこのようなモールがあり、飲食店やお土産屋さん等もあるので、早めに着いた時はこの辺りで時間を潰すことも可能です。ちなみに貸切ナイトのパスは一度入場すると再入場は不可となっているので、食事などを事前に済ましておきたい方は入場前に行っておきましょう。こちらはアメックス会員が入場できる午後2時前頃の様子ですが、平日にもかかわらず来場者は多く、かなり賑わっていました。正面がチケット購入ブースになっていますが、チケットはすでにあるので並ぶ必要はありません。右手には USJ のシンボルである地球儀があり、ここで記念写真を撮ってから入場している方が多かったです。こちらのエントランスで手荷物検査を実施した後、チケットを提示して入場します。封筒に同封されていたパークバイアウトパスを使って入場しましょう。こちらは入場ゲートから正面に進んだところにあるアーケード街です。平日なので空いているかなと思ってもいましたが、結構賑わっている印象を受けました。ちなみにユニバーサルスタジオジャパンの公式ホームページでは、各アトラクションの待ち時間などが確認できるようになっています。待ち時間が長い人気のアトラクションなどは貸切タイムに回して、日中は待ち時間がそこまでないアトラクションを利用することで、効率よく様々なアトラクションを楽しめると思います。特に2016年に誕生した世界最長、世界最大の高低差を誇ると言われているフライングダイナソーは人気のアトラクションで、日中の待ち時間は2時間以上となっていました。座席が90度傾いた状態で発進し、プテラノドンに背中をつかまれ、空を飛び回っているような感覚を味わえるというコンセプトのアトラクションです。序盤のてっぺんから急降下をするシーンでは、例えるなら高層ビルから飛び降りたような感覚でした。聞いたところによると、前列か後列かで搭乗中の体感にはかなり差があるとのことで、基本的には後列の方が浮遊感が高く、恐怖度が高いようです。今回の取材時は全8両構成のうち、後ろから2番目の7両目だったので、かなりスリルのある体験をすることができました。絶叫系が苦手な方はかなり覚悟を決めて登場した方がいいかと思います。急流滑り型のアトラクションであるジュラシックパークザライドは日中でも待ち時間は短めでした。 USJ といえばこちらのアトラクションをイメージする方も多いのではないでしょうか。待ち時間は30分と表記されていましたが、体感では20分程度だったように感じます。ちなみにこちらのアトラクションは終盤でかなり濡れてしまうので、濡れるのが嫌な方は入り口付近のポンチョを事前に購入しておくことをお勧めします。夕方の5時頃で若干日が陰ってきました。体感ですが2時から入場してもそれなりにアトラクションを楽しむことができるといった印象を受けました。待ち時間が長いアトラクション系は貸切時間になるとすぐに入場できるようになるので、一般の開園時間の間に食事を済ましておいた方がいいかもしれません。平日ということもありますが、アトラクションの待ち時間はだいたい平均して1時間程度という印象でした。ホリデーシーズンということもあり、6時前にはプロジェクションマッピングやツリーによるイルミネーションの演出などもありました。一般の方は午後7時で閉園となるので、ここからアメックス貸切ナイトのスタートとなります。午後7時以降の貸切タイムでは、
このクレデンシャルを首にかけてパーク内を回ります。貸切対象のアメックス会員であることの証明となるので、常に見えるように首から下げておきます。各アトラクションもクレデンシャルをつけた貸切会員のみが利用できるようになっているので、待ち時間も大幅に短縮されています。ご覧の通り行列はほぼなく、すぐにアトラクションに乗ることができるようになっています。待ち時間はアトラクションの入り口から実際の搭乗場所まで歩く時間と考えてもいいくらいの空き具合です。待ち時間を気にすることなく、サクサクと進むことができます。ここからしばらくはアメックス貸切ナイトの様子をご覧ください。Thank you.
はい、今回はユニバーサル・スタジオ・ジャパンアメックス貸切ナイトについて紹介させていただきました。映像でご覧いただいた通り、人気のアトラクションもほぼ待ち時間なく楽しむことができることが伝わったと思います。アメックス貸切ナイトは抽選式なので 100% 当選するわけではないのですが、もし当選した場合は一般入場ではありえないような待ち時間知らずで快適に USJ を楽しむことができます。アメックス貸切ナイトは年2回応募することができ、対象カードはグリーンカードやゴールドカードなどのアメックスプロパーカードから、人気のマリオットボンボイアメックスや ANA アメックスカードなども抽選の対象となってくるので、すでにお持ちの方はもちろん、これから新しくアメックスに入会する方も日程が調整できそうであれば、ぜひ抽選に参加してみてください。もしアメックスカードを初めて発行する方は、アメックス紹介プログラムの活用がおすすめです。こちらはアメリカンエキスプレスが公式で行っている紹介プログラムとなっており、既存のアメックス会員からの紹介を受けて、紹介入会用の URL から申し込みをすると、入会時の特典でもらえるポイントが上乗せされるので、通常の方法で入会するよりお得になるというものです。なので基本的にアメックスのカード入会は紹介プログラムの活用による入会がおすすめとなっています。もし紹介を希望される場合は、概要欄に記載の紹介依頼フォームからメールまたは LINE にて紹介希望の旨をご連絡ください。紹介入会用の URL を送らせていただきます。紹介による特典条件や獲得可能ポイントは入会時期やキャンペーン内容により異なりますので、概要欄の紹介依頼フォームのリンク先に最新の特典ポイントや条件を記載していますので、そちらも合わせてご確認ください。もし入会を検討される場合は、紹介制度を活用してお得にポイントを獲得しましょう。それでは今回の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。